こんにちは。今日は任さり山にやってきました。では行ってきます。駐車場はキャンプ場もあるのでそこそこ混んでいます。今日はそんなに天気が良くないんですよね。トイレ横を通って登山口に行きます。天気悪い時登りたくないんですよね。午後には晴れるということで標高へ行くことになりました。しばらくはこんな感じでゆるーく登ってきます。木道に変わりました。今日は天飾り高原キャンプ場駐車場から笹ライダーを通り天飾り屋山頂を目指しピストンをします。木道が濡れていて滑りやすいです。気をつけてください。この辺は気持ちがいいですね。晴れるといいけど雨が降りそうな天気なのでキノコが元気に顔を出しています。ほらそっちにもこっちにも。木道を越えると徐々に登りがきつくなっていきます。ボロボロだけどブナライダ到着。山頂あと120分らしいです。今回のコースは約7時間です。登りでだいたい4時間、ちょうどあと半分ってところですね。天飾り山は長野県安曇野郡小谷村と新潟県南魚沼市と県境にあるお山です。標高 1963.2m のお山で日本百名山の一つです。こんなところに携帯トイレブースが。いつもだったらトイレ紹介で撮っていたんですが天気悪い時に登るのかとさっさと登って降りちゃおうと気が焦っていて忘れておりました。駐車場のもうまく映せてなくですが綺麗でしたよ。川が現れました。大きな石鹸になっています。雪解け水が冷たくて気持ちいいスポットです。風が涼しい。ここに来て雨が強くなってきました。嫌だな。画像だと分かりにくいんですが結構降っています。川を越えるとはしごが登場。ここから一気に標高を上げていきます。さっき川のあたりで大きく道迷いをしている人がいて今回は最もポピュラーなルートなのでこんな天気でも人はそこそこいたんですが遠くに頭だけ見えていてそっちじゃないですよと声をかけられて気づいたようでした。川のあたり迷いやすいみたいなので一旦地図を確認した方が良さそうです。人が多いと前の人についていって違ったってこともありますしね。あれが山頂かな。雨は降ったり止んだりです。少し景色が見えてきました。雨で登るの辛いんですよね。山頂の方は白くなってきちゃいましたね。まあ雨飾りだし雨が似合うってことですかね。レインを着ると雨で濡れるわけではないけど暑くて。雨は嫌いですが高山植物たちは綺麗に咲き乱れています。山の方は変わらず白いな。一人だとやめていたかも。でもみんな歩いてると登ってるんですよね。雨にも負けず偉い。お花たちを楽しんでましたが道は一層険しくなってきました。この辺りが山場になります。きつかった岩場を乗り越えるとまたお花畑です。笹ライダー着きました。ここを登ってきました。雨は上がりましたがまだ回復には至っていません。ここからは再び緩い坂道です。先も周りも白いんですよね。これは登る意味があるのかなとブツブツ言いながら登っています。
すが笹平という名前だけあって笹をかき分けて進みます。今は雨は降っていないけど雫で微妙に濡れていく。このコースは初級から中級レベルです。このコース以外に新潟側から登る雨飾山荘から登るコースや大網登山口から登るコースがあります。そちらの2つは今回のコースよりも少しレベルが上がります。あれが山頂かな。雨飾山は猫の耳と称されるのですが、その一つにつきました。ここは北方になり4体の石仏と祠があります。景色の方はさっきまで雨が降っていたので、そう考えると良い方かな。山頂からは日内岳、焼け岳、北アルプスから中央アルプスと日本海まで見渡せるはずですが、若干見えてるかな。甲が南方になります。では南方の方に移動していきます。歩いてる間に雲がなくなるといいんですけどね。と言っても南方まではすぐなんです。はい、山頂到着しました。上からの景色です。やはりそれほど北方と変わりはありませんね。しばらく景色を楽しみください。まあ、風も強く冷えてきちゃうのでさっさと下山します。ここら辺でチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を生きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。雨飾山頂から北方を映してみつけ、ほら近いでしょう。こんな感じですぐに着いちゃいます。雨がひどい時と比べたら全然景色は見えてよかったです。谷を降りてきたら景色がよく見えてきましたね。高山植物がかなりたくさん咲いています。いい時期に来ましたね。降ってきた時には真っ白だった景色がだいぶんと見えてきました。雨降ってる時は本当に嫌だったけどよかった。元気なもので歩いていて楽しくなってきました。高山植物たちも喜んでる気がします。山頂の方も雲なくなってますね。もうちょっと待ってればよかったかな。こんなに青々してたんですね。木までくすんでた。日本海もよく見えるようになりました。天気も少し回復したので、ここでおにぎり食べます。今日は風で寒すぎたので、ここでちょうどいい。サダイラは木がないので、こんな風に歩いてる人が見えるんです。上からも見えてましたよね。今歩いてるあたり、少し上から見ると登山道が女性の横顔のように見えることから、この場所を女神の横顔と言われているそうです。今ちょうど鼻のあたりを歩いています。いやー、天気予報当たっていましたね。知事は土砂降りで撤退も考えたんですが、いやー、ほんと良かった。そうそう、雨飾山、これ400m ごとにこのポイントがあります。なので登っていて自分がどのあたりにいるかよくわかります。まあ励みにはなるんですが、なかなか進まないとまだかーって思っちゃうんですよね。こう雨降ってたんで、道にはこんな感じで水たまりができています。わっ、ヘビ。天気に誘われたのか、ヘビ大嫌いなんです。全然動かない。いるだけでゾクゾクする。事故なきゃいいけど。すっごいでっかいんですけど。うん、気持ち悪い。なんとかヘビ逃げてくれました。ヘビは怖かったけど、
高山植物も緑も綺麗で良かったです。はい、最後にハプニングがありましたが無事下山することができました。バイバーイ。帰りに石岳の湯を寄りました。お湯自体はいいんですが、周りのキャンプ場の方が全員来たようなぐらいめちゃくちゃ混んでいて、それはちょっと残念な温泉でした。次回は日曜20時、女一人日本半周山旅に出かけます。まずは山口の鳩子の湯です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです、ここをポチッとお願いします。できましたか。ここです、ここです。来ていただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。